こんにちは、もちもちチャンネルへようこそ。今日はマックに行ってきました。期間限定のてりたまとヤッキー、そして普段からあるえぐちを買ってきました。てりたまとえぐちはとてもよく似てるんですね。でも値段が全然違うんです。てりたまは360円、えぐちは200円です。でも食べてみて分かりました。てりたまの方がめちゃくちゃ美味しかったです。さすがに3個も食べると体重がかなり増加してました。次はてりたま3個にしたいな。最後まで見てくれてありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。また来てね。バイバーイ。